あとは、エビちゃんルートが終わったから、福ちゃんと傭兵。傭兵どうしたの？そういや、傭兵。電話繋がらねえんだけど。昔の傭兵ならまだ生きてるだろ？ 398600。田中、あれ？ 10 年前でも出ない？ああ、久しぶり。ああ、かすれてる。え？もしかして、死んだのか？でも電話出てた。千年の一人とかの割、あ、千年の一人って違う。千人の一人とかの割合で、薬が効かない例があるんだ。手術が必要らしいんだ。喋ることは、だからか！そんなに電話かけてたのか、俺。そら返事返ってきませんわ。このタイミングで佐藤と話せてよかったよ。今度会って話そう。手術の成功、信じてるよ。自分を助けてくれとは言えなかった。どうする？現代の傭兵にするか？それとも過去の傭兵にするか？あ、理由が分かってるから言える。そういうことだ。なるほど。で、どうして何も言ってくれないんだみたいなこと言ってたけど、そう、声が喋れなくなるってことを知ってるから、自分を助けてくれってことを言っちゃうわけだ。だ、現代だ。次多分書けるの。まあ、手術成功してたらベストなんだけど、まあ間違えた。俺が一回電話かけただけで成功するほどね、世界が変わるとは思えんし。田中？俺、佐藤。出ない。いや、伝言通じてるが、向こうの反応がない。ね。ちょっと閉じ込められて困ってるんだ。助けてくれよ。あ、切られてしまった。もう一回過去だったか？もしかして。ギャグでもマジで、ああ、助けてくれよ。これ実際は動いてくれてるかもしれないけどね。もう一回過去だったかな。ダメだ。もう一回過去かな。過去って信号渡る時の音楽かなみたいな。ということで、シャープシャープの傭兵。398600。さあ、まあまあ、薬飲んでてもダメだったんだ。これ、あれじゃね？その薬効かないから別の薬にかけろっていう情報をあげるんじゃない？で、通話できる、現代に戻って。待って、いや、ちょっとね、手術が近そうだからさって。ありよカード。あ おりカードとかないの？あおりカードとか。それバンされるやつやね。その気持ちだけで十分だよ。治ったらゆっくり話そう。ゲームやってた頃思い出したよ。手術が終わったら会おう。アリカーでお前をぶっ潰す。絶対にやろうなって。自分を助けてくれとは言えなかった。現代の田中に電話したらどうなる？AC 398600。さあどうだ、佐藤だけど。おっ、喋れてる。やったー。電話もらって以来だよな。喉の手術も2回電話かけただけで、現在過去が変わって現在が進展してしまった。普通には喋れるようになったぜ。わいわい、騒ぎながらゲームしたいって欲求強かったんだろうな。励ましの電話には感謝してる。どんだけ目標なかったねんっていうね。今日はどうしたんだ？今、公衆電話ボックスに閉じ込められてるんだ。いきなり意味不明かもしれないけど、助けてくれよ！随分おかしな状況になってんな。俺、佐藤に電話もらって勇気もらった。喉治ったことに感謝してるんだ。何か力になれるなら助けるよ。ね。そうだ。ついでに、アリカー勝負でもするか？これ、10年前だったらあれかな。アリカー、アリ
か、ゲームキューブぐらいか。今はもう、スイッチ。ね。8デラックスだけど。頼もしい言葉だ。自分玉がなくなってしまった。お、目が覚めた。田中がおり、警察もいるようだ。見つかってよかったぜ。久しぶり、直接会うのは久しぶりだな、佐藤。体に別状がないか、ちゃんと調べるから病院行くぞ、と。わかってるよな。問題なくなったらゲームで対戦だぜって。相変わらずだな。望むところだ。親友に戻っていた。ね。喉が治ってることも嬉しい、と。シャン。田中エンド、カン。5。1805。もうあえてこれ 10回やったらかけれるってわけだもんね。1回で3回かけれるから、あと3回プレイしたら勘で新エンドにいきなり無視していけそうだけど。あと福ちゃんか、福ちゃん、福ちゃんルートとりあえず行ってみよう。さあ、福ちゃんルート。775583。福田です。誰？あ、直樹。おい直樹、さっき別れたばっかじゃん。アルバイト先も同じだったとね。ゲームクリエイター。これ、告白の前か？ゆきちゃんへの告白プラン、別のアイデア、ドレスコードに気をつけろ。素晴らしい、エクセレント。ドレスコードに気をつけても振られる可能性あるけどね。気をつけろ。高い店のドレスコードには気をつけた方がいいぞ。スーツとか着てないとダメだぞ。ドレスコードってあれか、ちゃんとした靴じゃないとダメってやつね。普段着で行くつもりだったわ。あぶねー。スーツビシッと決めた方が告白確率も上がるぜ。助かった。センキュー。そうなると、現在の副社に電話したら、告白成功したりするんだろうか。普通に失敗してたら面白いよね。775583。テル。はい、福田でご、おー、福ちゃん結婚してそう。あ、すいません。福田祐介さんの電話で会ってますか？はい、福田の妻です。どっちの様でしょうか？妻？福ちゃんが結婚してる！佐藤直樹です。もしかして、ゆきさん？え、佐藤くん？中学の時の。久しぶり、ちょっと福ちゃんいる？懐かしい、いるよ、すぐ変わるね。成功してる！福ちゃん、久しぶり、ちょっといつの間に結婚してたの？何言ってんだよ、お前には何度も報告してたじゃんって。素敵なレストランに入って無事に告白成功。つい先月結婚したぜ。10年付き合い10年投げ、ね、ごめんごめん、そうだった。お前からかけてくるなんて、珍しいな。あー、それなんだけどさ、信じられないかもしれないけど、俺ボックス閉じ込められてんだ。頼りにできるの福ちゃんしかいないんだよ、助けてよ。冗談だろ、ゲームのネタか。マジなんだよ。なるほど、ちょっと手がかりは少ないけど、まあ、直樹のおかげで、ゆきと結婚できた恩はあるからな。やれることはやってやるさ、と。これもう、電話かけなくていいのかな？これ、もしさ、一番初めの女の声がゆきちゃんだったら、これ今、自分のスマホにかけたらどうなるんだろうっていう。どうしようかな。多分、福ちゃんにかけても今探してるからで終わりそうだし、もう、クリア確定じゃねって俺は思ってる。だから自分の携帯に、あえてかけてみる。ゆきちゃんの可能性あり？もしもし、そのスマホの持ち主なんですが。はい、はい、そうです。拾った。いや、やっぱこれか。なるほど。まあ、福ちゃん助けてくれるよね。福ちゃん、よろしく。10円玉がなくなってしまったぞ、と。さあ、お、とりあえずまあ助かった、助かった。福ちゃん、センキュー。まったくよっと。
夫婦の家に招待された。助かってよかったの記念らしいね。福ちゃん結婚して事実が信じられず一人で質問ばかりしてたね。随分未来が変わったもんだ。福田エンド勘さあ来た180505がこれだな。さあ全ては判明するのか。どうして俺が捕まったのか。さあ行くぜ。真実を明かす時が来た。180505ホラーが待っててもおかしくねえな。怖えな。テル、はい、こちら、あれ病院、何、うわー、俺を死んでるんじゃねえかな。俺を閉じ込めたやつ、怖えな。実は今公衆電話ボックスに閉じ込められていまして、助けてもらえませんか。え、佐藤さん、え、俺死んでんの、いつ目覚めたんですか。鳥肌立った。下手に動いちゃダメですよ。そこにいてくださいよ。こちらを口を遊ぶ暇がない。え、声をかけられてる気がする。うるさいな。わかった。起きればいいんだろ。起きるってなーに。幽体離脱タッチのネタ。病院だった。5月5日の飲み会、車に轢かれてる。おお。尿を冷まさないまま1週間が経っていた。植物状態になるか五分五分。いや、五分五分ならそんな奇跡でもないよね。夢だったといえばそうなのかもしれない。夢の中で最後にかけた電話、少し不思議な話だが、あの電話は本当に現実の病院にかかった。看護師が俺を起こしに来て目覚めることができたんだ。脱出を諦めなかったから今がある。小さな奇跡を信じることにした。しかしリアリティのある夢だったな。家族との関係、友人との関係、改めて確認する必要があるけどよ。ちょっとしたズレが、人生に結末に大きく作用することが分かった。バタフライ効果ってやつだね。たった一本の電話でどれだけの運命が変わったのだろうか。一つ分かったことは、じっとしていても何も起きないということだ。過去を後悔しても他人を羨んでも何もしなければ閉じこもったままだったろう。何にせよこれからの人生どうするかは俺次第。夢の中の過去の俺も言っていた。成功でも失敗でも過程が大事だ。俺はこれから30代の人生、長い目で見りゃこれも過程、遅くも早くもない、成功も失敗もない、悔いなく生きよう。公衆電話館開発これなんだろう。バッチ、あー、エンディングサウンド効果音だけ。 Thank you for playing。エンブレムを見つけました。断片 C。 さあ、じゃあちょっとやってないやつだけね、最後チェックしてみようか。シャープシャープ119。休館になりますね、と。すいません、ちょっと手がかりが少なくて動けないんで警察にした方がいいです。過去の消防は何の意味もなし。あとは過去の病院、シャープシャープ180505。あら、10年前はないのこの病院。え、180505だよね。10年前はこの病院なかったんだ。エビちゃん実家、傭兵服、スマホ。1、2、1。どのエンディングが一番幸せだったんだろうな。ニートになった代わりにみんなと仲良くなったあれかな。
無色エンドかな、ベストは。さあ、通報すればいいね。スマホは捨てるし、電話には出ないから。何かゲームだと思ってるのか。10円玉がなくなっている。助かった。いや、俺福ちゃんちかけてないけど フラグ管理ちょっとガバいのかな。何もしてないのに助かった。今これ多分この中に福田エンドのフラグが残ってんのかな。とりあえず一旦スマホに、スマホにかけた後目覚めてみる。スマホにかけたついでに福ちゃんも助けるか。2人あれだよな。手で自分にかけて、シャープシャープ福ちゃん。さてと、で、ドレスコード9、これで福田君は救ったろ。福ちゃんとエビちゃんを助けた上で病院で目を覚ましたらシントゥルエンドみたいなのならないかな。この自分のスマホは意味なさそうな感じがするからね。80505。で、病院でしょ？直樹さんでしょ？起きてください。いやー、やっぱ惹かれてるんだよね。世界を変えた上で、さらに目を覚めるっていうね。でもね、全員は同時に助けられないのか。公衆でやっぱ勘だな。タグ、森そば0121は存在しません。何なんだろうね、これ。よくわかんないですね。やっぱこれで缶かな。エンブレムを見つけました。バッジね、断片 C。 なんかこれ、ログインしないと、これ、今よく見たんだけど、なんとかもあるよ、4号だから、もしかして、もう一個これ番号、断片 ABC で、番号が、わかるんじゃないかな。ログインするも何も登録してないしな。サインしますと。ツイッターアカウント認証が必要ね。よっと。サイン with ツイッター。まあ、裏でやります。問題はツイッターのアカウント、ツイッターのアカウント、あんまりこういうの連携したくないんだよね。まあ、番号あるよね。これもういいか。もうクリアしたしいいよね。ちょっとこの番号だけ調べよう。ウェブページに行ったら普通にあった。○○4545だって。よし、行ってみよう。はい、どちら。おっと、来ました。
はい、どちら様でしょうか。スキタールの美しい声ではなく、飲むだよ、おっさんの声ですよ。この番号にかけると、いいことあるよって紙切れを見かけたもんですから、つい。あ、すいません、失礼しました。さようなら。ちょっと、マジでないよ。ちょっと、その紙切れってどこにあんだよ。最近、やたら多いのよ、あんたみたいな電話。多分、その紙切れのせいよな。多分、そうじゃないですかね。がっかりしてるんじゃないのよ。大体、そんな紙切れで本当に出ちゃう人なんて、あんたもあんたでどうかしてるよ。怖い人に繋がる電話だったらどうするわけ。時間がオーバーしたらしい。ブループルルー。はい、どちら様でしょうか。じゃない、ね、同じだね。あれ、同じじゃない、ちゃんと続いてる。あんたさっき電話かけてきたからな、なんか用があるんじゃなくて、よし、助け求めてみるか。実は今、公衆電話ボックスに閉じ込められてまして、僕、佐藤直樹、助けてくれた、お礼はします。何でもします。え？今何でもするって言ったよな。言ってません。何なのそれ、払ってるの。みんなそんなこと言ってたわ。砕き文句としてありえなくない。プルルルプルルルル。はい、どちら様でしょうか。毎回これやるのかよ。すいません、かけ間違えたみたいです。ちょっと端っこ歩きなさいよ。違います、間違えるわけないでしょ、閉じ込められてるって。マジ。はい、マジです。しゃべってるのもかわいい、でも諦めちゃダメ。私には仲間たちとの人脈のってわけがあるな。お、助けてくれんのか。さあ、どうなる。いつの間にか寝てしまったようだ。ん、ボックスが開いた。福ちゃんじゃねえか。あれ、福ちゃんのフラグが残ってる。彼は助けてくれるわけじゃないんだね。ってことは何もないのかな。あのおっさん助けてくれないのかな。さあ、これでラストだ。過去の004545にかけて終わり。このおっさんがまだ若かりし頃にかかるのかな。あら、使われてない。さあ、とりあえずフラグリセットをしましょうか。まずはフラグリセット準備、閉じる。さあ、とりあえず再起動してきたんで、ちょっとフラグリセットされてると思うから、ここで004545。はい、どちら様でしょうか。ラブタイおっさんの声よ、ね、はい、オッケー。さあ、これに3回かけてみよう。おっさんに助けてもらえるのか。さあ、はい、どちら様でしょうか。はい、助けてくれるのかな、ネットワーク。さあ、ラスト。どちら様だ。もうめんどくせえ。はい、さあ、どうなる、どうなる、どうなる。諦めちゃダメ、私が助けてあげるよ。さあ、どうなる。開けてくれたのは別にありえませんでした。弟の姿はない、仲間たちの姿もない。どこを探しているのだ。素性もわからない人に助けを求めるのは無理があったようだ。さあ、エンディング。はい、というわけでね、わけのわからんおっさんが助けてくれるわけもなかったですね。まあそうですよね、俺だって完全なる赤の他人はさすがに助けねえもんっていう。
はい、ということでね、公衆電話無事最後までクリアできたで多分いいと思うね。いやいや久しぶりだね、これ完全ノーヒントで楽しませていただきましたと。ちょっと断片集めるのなんだけどね、あれ、まあ、あのサイト行くとね、断片の映像が載ってたからそれ見たら分かったね。別にログインしなくても最後の断片番号まで分かりましたということね。はい、ということでね、まあまあ、トップで3分ぐらいで30分ぐらいで真のエンディングにたどり着けるってことだったんですが、全部ちゃんと読んだりしてるとね、1時間20分ね、今録画時間で1時間22分なんでね、まあ1時間20分ぐらいかかりましたと。まあ割とそう考えるとそれなりのボリュームだったかなっていう気もしますね。さあ、そういった意味でね、まあ、ストーリー的にはどうやら、ね、この日、酒の飲みすぎで自転車にはねられた自分が生死の狭間に行って、まあ、無事、現世に戻ってこれましたって感じなのかな。だからそういう意味では最後のね、新エンディング以外は、すべて夢の可能性がある。だって現実が変わるわけねえじゃんっていうね。過去に電話して現実変わるわけねえじゃんみたいなね。結局は、30歳の友達なしのゲームクリエイターの運命は変わらないという可能性がね、ありますわっていう。いやー。まあその辺を想像するのもまた楽しいんじゃないかな。まあそういったわけでね、今回の制作者の、加藤匠さん、楽しいゲームをありがとうね。これは一応 Windows 版と Mac 版のダウンロード、そしてブラウザでもプレイができるのでね。まあね、これ見て気になった人は、ぜひプレイしてみてくださいと言いたいんだけど、全部やっちゃったからね。うん。まあ、そういった意味では、もうプレイしなくても全部内容知ってるよねっていう。でもゲームが面白かった人はぜひ、あのね、この加藤匠さんのところに感想を送ってあげてくださいといったところでね、俺のプレイはこれで終了しようかと思います。それじゃあ最後まで公衆電話を一緒に楽しんでくれたみんなはお疲れ様でした。そして、制作者の加藤匠さん、ありがとうございました。それじゃあね、見てくれたみんなまた次のゲームでお会いしましょう。それでは、お疲れ様。さようなら。